騎手を務めるのは靖国おじさんでございます。この通りの向こう側がですねコリアンタウンと呼ばれているそうで、韓流ババアがいっぱいいます。日本の国民、びっくりした、光のシプレヒコール、いきなりました。限界態勢の中デモ行進が行われています。日本の国民、怒りのシュプレヒコール、音割れてませんか？大丈夫ですか？日本国は他国の文化を韓国の文化などと熱唱するみっともない行為を、はい、了解、やめろー、やめろー、日本国は他国の文化を取り除いて、日本国は日本国の国を取り除いて、少しです、韓国は細い目の視点が怖い。日本に多大な迷惑をかけたことを永遠たちに謝ろう。この通りか。デモ隊に入ります。来週在特会さんがこの通りをメインにデモ行進を行うそうです。なんだよこれ。韓国が反日政策を取り続けるなら、日本国民は韓国との国交断絶を要求するぞ。世界から孤独の援助を受けているにもかかわらず、感謝の気持ちのない韓国は
むき出しにしてくる韓国人との融合など絶対にありえないか。日本選手権前で稲盛を役立たずして世界中に集会を晒した韓国人たちは感謝しよう。新宿界隈ご通行中の皆様、お手話がけしております。私たちは韓国大統領の 来日を許さない国民デモ隊でございます。ご存知の方々も多いと思いますが、1週間後に反日国家韓国の大統領イ・ミョンバクが来日いたします。このイ・ミョンバクなるものは日本の領土竹島やエレの侵略を計画したり、韓国国内の学校において日本は悪い国などと生徒に教え込む、いわゆる反日教育なることを行っているとんでもない人物でございます。このような政治の場合は ねじって。Yep!
どこだどこだ。シナ人っぽいな。大臣歴史の勉強をやり直せ。
きまといるね、つきまとい。孫子がつきまとってます。孫子。教育を受けている三流家人となるものの、日本への入国を認めないと。韓国が反日政策を取り続けるなら、日本国民は韓国との国交断絶を要求するぞ。要求するぞ。台湾式マッサージ。大半はシナ人ですからね。孫子。孫子、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 孫子。人が多い、もう歩道では。
里に出よう。これオーガードっていうのね、新宿オーガード西。付きまとい損失はですね、公安さんがもう、マークします。民間断行宣戦布告だ。民間断行宣戦布告だ。人がまた新宿も ちょっと信号待ちです。
新宿西口です。新宿西口駅前カメラを奪ったバスカメラと。お、台湾台湾、長山さんだ。台湾人は日本人がすごい好きなのに、言葉のように日本人が大好きな中国人の世の中を日本政府は日本の中国人に感じるんです。我々はそれを改めようと思っております。どうか皆様それにご協力お願いいたします。やべえ、こんなとこしちゃった。助けて。合流できない。